深木でーす。そしてゴンドラ重曹レブトラッシュプラゴールデンディーションタイム。はい、ということで毎週金曜日はゴンドラ重曹くんによるワンピース考察の回なんですけども、はい、前回めっちゃ好評ちゃうかった。いやー、どうなんすかね。ちょっとアンチコメントちらほらあったとかなかったとかでもレイトラの方でもめちゃめちゃチャンネル登録者増えたから、はい、いやめっちゃありがたいっす。いや、それはちゃんと純粋にゴンちゃんの考察が評価された結果だと思うんですよ。なるほど。そう、だから今回はその前回がすごい言っちゃったからハードル上がってると思う。あー、そういうことですね。そうなんですよ。実は今回、うん、そのハードル、うん、飛び越えちゃいます。嘘、超えれます。ちゃんと、いや、これは超えます。え、マジで。やっぱり楽しみやわ。とんでも猛殺っていうことで、うんうん、みんなワクワクさせるような、ね、ワクワクするのが考察いいところだからね。そういうことやってるんですけども、そうそう、うん、まあ、今回はね、あれ、うん、あれあれどうしました。遅いんだ。始まってる。何してんの。あの、リアルに始まってる。あー、そうですか。あの、レイトラの動画を見ようと思ってましたよ。あー、復習して。遅っ。あ、そうそうそう、復習として。どんな人なんだろうみたいな。あ、そうそうそう。なるほどね。なんだろう、カラスってと思って。いや、まあまあ、それはいい。あの、そうそうそう、ファンマークですね。もうやめてやめて、ちょっとちゃんと考察聞いてくれ。あ、じゃあ考察いきます。はい。今回もね、まあ、最新話に絡む考察持ってきたんで、うんうん、その辺ちょっと注意してもらいたいなとは思いつつも、はい、内容としては昔からいるキャラの考察にはなるんですよ。ヒグマとか言うんちゃうやろな。いやいや、ヒグマって今ヒグマ言うのも遠野だけでええのよ。だからもう俺言ってないんですよ、ヒグマ。こっちから聞こえてるだけで。誰だ、誰だ、はい、誰か分かります。昔からいるキャラで最近出てきた、再登場したキャラ。最近、あ、おあの、思い浮かばないのは別にいいんですけど。最近出てきた。ラッキー、まあ、そう、確かにそう。ベ、ベ、ベ、確かにそう、確かにそう、確かにルー、ルー、確かにそう、確かにそうなんですけど、今回、じゃあ、ウィンガディアムレビオサじゃないんだ。確かにそうなんですけど、今回着目したのはクロコダイルとビビ。注目ですよね。着目ってなんすか。いやいや、着目っすよ。着目したの。着、いや、絡めてと同じノリいらないんですよ。いやいや、ほんとに着目あるんですよ。いや、ちょっとまあ分かるツッコミしたくなるよ。ありがとうございます。ということで、実はビビの初登場って103話なんですよ。は103話、ビビの初登場。めっちゃ昔じゃないですか。ウェンズデー、ウェンズデーの時代で、結局そこでまあお別れして、なおかつで今出てきてるんですよ。そうやね。めっちゃ遠いじゃないですか。で、まあその活躍したのがアラバスタ編、クロコダイルとビビが出てたっていうのが154話から216話ってことで、めちゃくちゃ昔じゃないですか。それが今フィーチャーされてるってやばくないですか。やばい。え、もしかして今日の考察、ワノ国とアラバスタ共通点があるっていう。いやいやいや、それはいいんすよ。違う。今なんか出てると思うんですけど、いいんすよ、それは。クロコダイルとビビ、まあ、昔アラバスタっていう絡みがありつつ、最近またアラバスタでこう血生臭い事件が起きたりとか、ね、そういったことで、まあ、何が起きてんだって気になってるところで、クロコダイルはバギーのクロスギルドの社員として再登場。ビビはサボがコブラ国王をサプライしたっていう記事が出た後、同時に失踪してるということで、また2人に注目が集まってるわけなんですけど、はい、そういったことで今回はこの2人に絡めた考察。ビビは今、クロスギルドに加入してる説。だから、ね、覚えてもうまだこの流れを言われてる。いや、大丈夫、今回はあの、小屋ちゃんレイトラじゃないから、今日。あ、なるほど、なるほど、大丈夫ですね。合わせたんで、はい、はい、レイトラで、もう多分次邪魔しますけどね、僕このタイミングの時に、えぇ、ー、って言うから、ちゃんとそれ使ったんで、えぇ、見た、もういいっす、あ、見た、あ、ありがたい、ありがたいといったことで、もうありえないと思うと思うんですけど、うん、めちゃくちゃすごい、なんか、もしそうだったらなんかすげえ裏切ってきたなというか、とんでもない展開持ってきたんですね。嫌だな。あ、嫌っすか。ちょっとバギー、クロコダイル、ミホーク、そしてビビっていうメンツになるんじゃないかっていう予想してるんですけど、なんだなんだ、嫌っすか。というのも、まず一つ、おのおのみんな好きなショーってあるじゃないですか。はいはいはい、イーストブルー編が好きだとか、ホールケーキアナとか。で、自分はアラバスタめっちゃ好きなんですよ。アラバスタって言ったら、漫画としても物語の中で初めてこう国規模っていうでっかい戦いが行われたりとか。確かに。で、まあ戦闘の最中とか、その前からずっと頭脳戦があったりとか。はあ、もうなんか仕組みが全部面白かったんですよ。そうそう。ウイスキーピークで、例えばミスターサーティーンが似顔絵描いたけども、そこに映ってないサンジとチョッパーが暗躍してくれたりとか、ビビの存在を隠すために超カルガモ部隊でこう、どこにビビが乗ってんだってして、はいはいはい、結局どこにも乗ってないみたいな。確かに、まあ、やっぱ少年心くすぐる裏切り方というか、うん、作戦とか面白かったんですけど、ね、そういったところ面白いなと思いつつ、やっぱそんな中でアラバスタ編が人気な理由の特に大きな一つとして、はい、クロコダイルとビビっていうそのキャラの強さ、そうやで、魅力というか、うん、主人公ルフィたち以外のところに主役がいるっていうのが面白かった要因の一つじゃないかなと。ビビのことめっちゃ好きだったもんね。いいっすよね、うん、ボスがクロコダイルで、うん、こっち側の主人公って言ったらもうビビだったじゃん。そうそうそう、もうビビがメインで回っている話だったんですけど、うん、メタ的な考察になるんですけど、うん、こんだけ人気だったクロコダイルとビビ、またセットで出したくなるんじゃないのかなと。おー、
っぱりこう、まあ、例えばミホークとペローナとかも今めっちゃ人気になっちゃったじゃないですか、ね、カップリングとして。だから今後またミホークとペローナのセットで出してくると思うんですよ。おやっぱこう楽しくさせる、読者をワクワクさせるというか、そういった点で見て。ただまたクロコダイルとビビが敵同士で、クロコダイルがボス、ビビが味方ってなると全く同じ構図になっちゃうと。そうやね。だじゃあだーって例えばだーってじゃあ今回はクロスギルドの社員として、まあ、味方同士でセットで描かれるんじゃないかなと。複雑だなぁ。まあ、アラバスタの仇ですよ、クロコダイルは。実際ね、でビビはね、寛容なんですよ。まあ、確かに。ルフィがロビンと組んでることを新聞で知った時に、うん、みんな驚いたんやけど、彼は海賊王になる男よってビビが援護してたんだよね。いや、そう。もう彼の考えることが分からないよなって。そう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 。ルフィのやることやったら信用できるみたいなね。そう。まあ、そういうことで、うん、その他にもですよ。ナミがかつてもう、本当にもう憎くてしゃあないハッチャ。もう許してあげて今ではもう仲良くなっちゃってるんですよ。まあ、うん、まあそんな納得いってないですか。それで言ったら同じアラバスタ編、ボンちゃんとか今親友じゃないですか。確かにな、まあ、確かに確かに。マッキーさんそういうとこあるもんな。そういうとこあるんですよ、うん、絶対許せねえだろってやつでもなんかこう最終的にはいい感じに描いてくるとかあるんですよ、まあ、確かにね。昨日の敵は今日の友的な、うん、いやもう本当そうです、うん、まあただその理由がちょっと分かんないじゃないですか、はあ、動機というかなんで一緒にいるのって。まあやっぱ殺人事件とか起きても状況証拠があっても動機がないとちょっとまだ難しいというか、そうね。そういったことでビビがクロスギルドに入った動機、うん、やっぱりクロスギルドっていうのは海兵を懸賞金つけてこう揺るがしていってるんですよね、世界政府、うん、はい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 。そういったことがビビも同じ理念を掲げて今動いてるんじゃないかと、うん、ほう。つまりはビビっていうのは今世界政府を打倒しようとしてるんじゃないかってことが考えられるわけ、うん、なるほど。その発端としてはビビの父親コブラ国王ゴロセに問うてみたいことがあると言ってましたね。そういったことでゴロセの元におそらく向かってるわけじゃないですか、うん、その聞きたい内容としてはポーネグリフのことだったり800年前ネフェルタリ家っていうのは一体何をしたのかと、うんうん、そういったことを聞きたいって言ってるんですけど、そう思ったきっかけとしてはポーネグリフをずっと地下で守ってきたんですけど、それをロビンになんか堂々と守ってきたんだぜって言ったら笑わせないでってめっちゃ怒られたんですよ、うん、怒られた理由としては守ってきたイコール世間にさらさなきゃいけない真実を隠してきたことだと。なるほどね、そういうことだよね。世界政府が隠蔽してるのの加担してるだけじゃないかと、うん、何も知らず、ね、何を堂々とみたいなことを怒られてるんですよ、うん、で、まあ、最終的にコブラも真実を知って、ならばなぜ我々はってことで愕然としてるんですよ、うん。コブラはなぜその内情というか何も知らなかったのかってところで、そうやねんな、うん、なんかあのネプチューン王家は結構内容まで伝わってたじゃん、うん、そうね、そう、なんかジョイボーイといるわみたいなこと前してたけど、そうそうそう、なんでアラバスタはさ20人の王のうち1人なのに伝承されなかったよね、うん、いやそうなんですよ、まあ、そこについてちょっと今回めちゃくちゃ詳しく調べてきたんですよ、うん、はいはい。っていうのも今言った通り20人の王で、まあ、そっから裏切ったわけですから、うん、ポーニグリフ側の言うたら味方じゃないですか、うん、そうね。教えてくれてもいいはずなのに、うん、なんで知らなかったのかっていうところで、コブラっていうのは第12代国王なんです。もしかしたらこう物好きな人が計算してみたりしてるかもしれないですけど、800年前から12代続いたとしたら平均70歳ぐらい続いてるんですよ。おー、まあ確かに。でも普通はありえなくないですか。例えばですよ、30歳で国王になりましたと即位しました、はいはい、そっから100歳まで国王続けるんですよ。それを毎回続けるレベルなんですよ。もうありえる。いやいや、まあ、まあ、まあ、クレハとかもありえるはありえるんですよ、うんうん、ありえるはありえるんですけど、それは12回も続くのか。現実世界で言えば70年続いた王っていうのは世界2位のイギリスエリザベス女王なんですよ。おそれがその規模の王が12回も連続で続くのかという、なんで納得いってないかな。でも若くして即位することもあったんじゃない。それもあるかもしれないですけど、その場合は多分前の人も若くして退いちゃってるんで、いや生前退位みたいな、まああるかもしれないです。でも今は難しいってことで思っといてください世界2位を12個続けるっていうのはどんだけ難しいかと。そこでこのシーンちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ロビンがアラバスタのポーネグリフを見てクロコダイルに嘘の報告をしてる、うん、したね、あのシーンなんですけど、内容がカヒラによるアラバスタ征服、これが天暦239年、260年テーマーのビテイン朝支配、306年エルマルにタフ大聖堂完成、325年オルテアの英雄マムディンガということで言ってて、何言ってんのこいつって思ってあんま深く見てなかったんですけど、うん、まあどうやらこれはアラバスタの実際の歴史なんじゃないかってことが言われてるんですよね、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、まあ、記憶してたやつを話したと。まあ実際のところは古代兵器プルドについて書かれてるんですけれども、自分の脳内にあったアラバスタの歴史をまあ読んでごまかしてると。でここで言われてる天歴って一体何なの、はいはい、まあその辺分かんないんですけど、アラバスタっていうのは4000年の歴史を持っていると言われてるんですもんね。ただその中で今言った通りアラバスタの征服だったりとか朝廷が変わってる、支配が変わってるとか、4000年の中でもいろいろ王家が変わっている歴史っていうのがあるわけなんですよ。
だからまあ読者としてはなんとなく20人の王から抜けたネフェルタリっていうのはそのままアラバスタの国王になったと思ってたんですけど、うんうん、実はそのネフェルタリの一族っていうのがアラバスタの王に就いたのは800年前よりもずっと後の話だったんじゃないか。でこの天暦っていうのが800年前に始まった年号だと仮定した場合、天暦239年っていうのはだいたい今から560年前ぐらいなんですよ、うん、そこでネフェルタリ家が王に即位したんだとしたらだいたい12代続いてると、うん、平均46年ぐらいなんで、はい、穴がしない話じゃないとなってくるんですよ。70年はもうさっき絶対みんなありえないって言ってたんですけど、46年はありえそうな感じしてきますよね。そう考えると、うん、元々はネフェルタリ家っていうのもコーネグリを作った光月家とは元々敵対してた、うん、まあ、裏切りましたって言っても何も教えてもらえるわけもないんじゃないかっていうことになってくるんですよ。で、まあ、国王になった時にアラバスタに置かれてたコーネグリを見つけて、何なんだこれはなるんですけど、でも自分が昔ちょっと攻撃してしまった光月家が作ったコーネグリフっていう文字はわからんけどなんか大切なものなの、守るべきだと、ネフェルタリ家は内容はわからんけどもそう思ったわけです、うん、はいはい、それが今も続いてるからただ守るだけのものになっていると、うん、なるほど、まあ、そういう何も知らなかったよりはそれやと、そういうことなんですよ。なぜ何も知らなかったかっていうのは途中で OK になったから。なるほど。でまあ五老星がコブラが来るって聞いた時に何かに気づいたかということを言ってたんですけど、うん、まあそれはずっとポーネグリフを守ってるって勘違いして隠させていたのに気づいたんじゃないか、隠蔽の加担をさせていたのに気づいたんじゃないかということなんじゃないかってことで、あとはまあネフェルタリ家800年前何を思って20人の王から抜けて裏切ったのかと。そうやね、まあそういったところも五老星おそらく知ってると思うんですよ。じゃあもうコブラが来た時にポーネグリフってのはこういう内容書かれてて昔抜けたのこういう理由だったんだみたいな匂わせてたとしても伝えられた時にコブラがどう思うのかって言ったら、いやもうそれは世界にさらすべきだと、世界政府にとって都合の悪いからって隠すようなもんじゃないとちゃんと言いなさいって言うと思うんですよ。話がこじれぬことを祈ろうなんて言ってたんですけど、もうそれは完全にこじれるフラグなんですよ。もちろんそのコブラがねダーって言ったところで空白の100年の歴史を調べるとか公表するみたいなのって重罪なんですよ。だからもうクローバー博士とかもそのことでもう問答無用殺されてしまったわけじゃないですか。じゃあ今回歴史に迫ろうとしたコブラっていうのも当然殺されてしまうわけなんですよ。まあ、これが今回の殺害事件、コブラ殺人事件の、まあ、真相というか、なるほど、犯人は五老星だっていうドストレートの意見なんですけど、知りすぎてしまったと。そうです。偶然そこに居合わせたサボが助けるというかコブラ国王を逃がすんですけど、当然そこにいたサボを身代わりにしようと、まあ、犯人扱いしようということで、サボはコブラ国王を連れて BB の元に行って事情を説明してあげる。なるほど。まあ五老星がこうこうこういう理由で殺してたと、まあそれが結局なんかただの妄想ストーリーに思えるんですけど、うんうん、サボがコブラを殺害した、うん、同時にビビの失踪っていうところを繋げると、やっぱそこが一番ドストレート王道な展開なのかなと思うんですよね、うんうん、そうね、そう確かにそう、うん、そして今回の考察の肝となってくるのがここからなんですけど、うん、サボとバギーが繋がってるんじゃないかということなんですよ。っていうのも緑牛が意味ありげに言っていた影響力っていうのは欲しても得難い力だっていうこのセリフ、はい、影響力っていう、まあ、得難い力を同じタイミングで手に入れたのがサボとバギーなんですよ。確かに。でその2人の目的っていうのは共に世界政府を打倒しようとしてる動きなんですよね。でまあそれと同時にビビも父親を五老星殺されたともなれば世界政府を恨んで当然だと、うんうん、そうね。そういったところでこの影響力を持ったやつらとサボ、クロスギルド、ビビっていうのが同じ目的を持ったチームというか目的に向かって動いてるわけなんです。なるほどなるほど。でまあその場合さっきまで話してたクロコダイルもサボたちと同じように何かしら目的があるんでしょうけど、うん、まあそれは古代兵器なのか、まあ、プルトン未だに追ってるのか分かんないですけど、まあ、その目的のために今はビビとの昔の過去も忘れて一時共同と行こうかと。ビビもクロコダイルに対する怒りよりも絶対に父親を殺された怒りの方がでかいはずなんですよ、うんうん、そういったことで、まあ、海兵を懸賞金つけて捕まえようとするクロスギルド、うん、まあ、そこにいた方が一番世界政府に近づけるんじゃないかと。なるほど。そういったことを考えてもおかしくないなというところなんですけど、じゃあビビに一体何ができるのっていうのはあるじゃないですか、うんうん、クロスギルドに入ったところで、そうね、戦えないね、クジャッキスリングスラッシャーとか言っても別に誰も傷つけることはできない。ただこのビビが入ることで解決する一つの謎っていうのがクロスギルドが懸賞金をかけてどうやってお金を渡すのか問題、ここに関してキャプテンジョントレジャーマーク見つけたんじゃないか、お宝見つけたんじゃないか、そんなこと言ってたんですけども、実はアラバスタの資金っていうのを使ってるんじゃないかっていうのも、アラバスタいろいろ資金に関する伏線っていうのを張られてるわけなんですよ。ゲダツが温泉を掘ってそこにトンネルがつながったことによって、まあ、一つの観光地としてもにぎわってるわけですよ。さらにはユバのオアシスとかも復活して観光地としても資金がどんどん潤沢になってきてるところで、まあ、ビビがそのお金を使ってクロスギルドに資金枠として雇われてるんじゃないかと。なるほど。パトロンやと。そういうことです、うんうんうん、もうアラバスタがパトロンについてくれたと。漫画的にもクロスギルドの好一点っていうところでなんか映えるんじゃないかなと、そういうことを思われるんですよ。でまあ今後クロスギルドの面々がこう登場する展開になった時に、バギー、クロコダイル、ミホーク、ビビー
って感じでバッて現れた時めっちゃかっこいいんじゃないか、ビビっていうのは闇落ちしたのかとか悪者になったのかみたいな、こう読者の引きとかも作れると思うんですよね。そしてビビがレベリーで仲良くなったこう白星とか、そういった面々が驚く顔、なんでこの黒すぎるっていう悪そうな奴らとビビちゃんが一緒にいるの、そういったところも描けるんじゃないかと。なるほど、そういった考察になりました。いかがでしたでしょうか。よかったです。だってクロスギルドにビビいるなんて誰も思ってない。そう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 、でもいてもおかしくないな今聞いたら。なんかあり得るよなそれも。いやそうなんですよ、なんかこう、うん、根っから悪いなったわけじゃないですけど、うん、まあやっぱ父を殺された恨みとかで、うん、一時的にこう敵だろうと一番自分の目的に近い部分に入るっていう。なるほどな、そういうとこあるんじゃないか。ちなみにチャカとペルもいるんです。チャカとペルは国を守ってます。あー国の方やから。あんまりちょっと制限があるんであんまり外に出れない。やっぱまだイガラムがイガラッパとかそういうのですね。やっぱそういうのですね、うん、もうビビ様は私が守ると。なるほどなるほど。イガラッパッパッパッってやってくれるんじゃないかな。アルビダとかミスターアスリってどうなったんですか。俺それ気になったんですよ。それこう言ってって言ったからアルビダらしくいったんと思って。え、いないんだかと思って。そう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 、まあ、だから今バギーはちょっと独断で動いてる可能性ありますよね。おお。やっぱりこうバギーの元海賊団たち、あいつらがクロコダイルとかミホークと絡んじゃうといろいろややこしいというか。おややこしいですか。うん、昔からの年功序列っていうところもあるし、ちょっとそういうのでうるさい組織なバギー。あ、多分板挟みになっちゃうんですよね。おお。年功序列としてはカバジとかモージとかの方が上だけど、実力的にはクロコダイルミホークの方が上だと。そりゃそうやね。でもうバギーも頭悩ませちゃうんで、一旦お前らはトレジャーマーク探しといてくれと。あ、じゃあバギーズデリバリーもまだ残ってる。まあそっちはそっちでちょっと細々とやっていて。っていう感じで2個目の会社ですね。そうですそうです。だからこう一点っていうのは別に間違ってないですよ。なるほど。そこまでちゃんと計算に入れた上でこう一点かなと。ちょっと今慌てて作りました最後で。いやいや、もちろんこれは元から。あ、元から。数年前から構築してた。数年前クロスギルドが分かってへんのに。あ、もちろんもちろんもちろん。え、だいたいこういうのが出るだろうな。そしてこう一点といえばビビだろうな。なるほど。その時アルビダはいないだろうな。そういうキャラでいくんですかこれから。いや、やめとこうかな。やめとこうかな。はい、ということで毎週金曜日はレイブントラッシュ、権田原十三さんにやります考察会でした。今日は面白かったですか皆さん。面白かった。シャルンで言う高評価、高評価。あとはあのレイブントラッシュチャンネル登録お願いします。これまた高評価。いや怖い怖い。それは1000円かんかったら首。1000ってよっぽどいきますよ。1000 はお願いします。そこはね、マッシュエッグもね、こういうのをね乗り越えてきた。確かに。そうで、1000ぐらいってまた困るかな。1000はお願いします。ぜひぜひお願いしますよ。ほんと皆さん低評価1000でもありということで。低評価1000はアウト。アウト。低評価1000会社を去ってもいただくことある。なるほど、うん、分かりました。じゃあ高評価1000ぜひ、うん、レイブンたらし込んだら十分に QT1 票お願いします。はい、スイバーボール。